中を通すフィッツジェラルド、ミドルゾーン、クリーナーだ。そしてファウルはもらいました。バスケットカウント、クリーナー。フィッツジェラルドのこのショットの後リバウンド、ファウルをもらいました。ねじ込んでいってか、星野よしこは中、クリーナー、いやーここは2人で行くが、ねじ込んでいった。古野へ一旦を引っ掛けてライアン、クリーナーに、いやーここはこの2人のホットラインが出来上がっている。パスを出してクリーナーがさあ自分で行く、いやここはパスカットになった。アンガス・ブラント、ここはダンク、自ら行く、ここはリバウンドは香川。さあリースバーグ、リースバーグ自ら持っていきました。強化がゲームをコントロールする、早いポイントで打ってきてスリーポイント。さあフェルプス、ワンオンワン仕掛けるか、富田のスリーポイントで追い返し、決めれば逆転中。香川ヘソン来た、スピード、ヘソンだ、中に割って入った、ここがブラント。愛媛のガードには本当に激しいプレッシャーをかけていきます。香川です、アンドリュー、あーここはなんとかねじ込んだ。河野へ、石井出店、スリーポイント、児玉隆之、自分たちのこのプレーをやり通すことができるかどうか。ウリースバーグ、ファールももらいました。これが去年の西区チャンピオンの力、ここです。さらにファールをもらいながら沈めてきました。リーダーヘソンからウリースバーグ、中入って児玉来ました、電光石火、児玉隆之、4点差。さあ、ここはブラント合わせていった、ワーグ決めました。難しいショットですが、いやフリースロー、ああここ落ちる、しかしボールをキープする、ブラント決めた。ミスマークだ、フルのミスマッチがある、ウエラ、筑波拓郎来ました、スリーで決めました。3点差です、これで試合終了、72対69。